あえっとバイオサイエンスデータベースセンターというところはまあ略すと本当とは B から始まるような気もするんですけどあの略語として NBDC という名前を使っておりまして、えー、プレゼンテーションの中にもたびたびこの NBDC という言葉が出てきますがそれは私のいるこのセンターの名前だということで、えー、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とまず生命科学という言葉から何をイメージされるでしょうか。えーまあ、おそらく人をはじめとする動物物や植物 学校を対象といった研究そういったイメージをされる方が多いのではないかと思うんですけれどもあのこ,の図この図はですねあの全生物の系統樹を、えー、共通祖先を中心に書いたもので、えー、ウィィキペディアから取ってきました、えっと、人間はこの動物界の,なこのいっちゃん端っここっちですねこの辺に位置するということになります。 種類の豊富さではいわゆるこっち側のこの微生物にあたるところですねこういったところが植物や動物といったグループをはるかにしのぐバリエーションなんですけれども基本的な生命現象っていうのはこの中で共通していることが多いために例えば微生物はもちろん生物のシンプルなモデルとして有用で生命科学の中でさまざまな研究が行われています。また微生物は 体内とか皮膚表面とか、えー、そういったところでこの種類とか状態とかが、まあ、健康状態に影響したりとかそういったこともありますし発酵食品の中にはいろんなこう微生物がいろんな種類のものがいろんなステージで存在してるっていうことも皆さんよくご存知かと思います。そういった面で、まあ、あらゆるこういう生物が、まあ、人にも、まあ、動物とかですねいろんなところに関係することが分かっています。 生命科学といえば、この時にはこうまあ、広い意味では、この全体をこれら全てが対象となってくるということです。で、その応用としてはま1、あ、つの究極的な。その生命科学研究の目的っていうのが。 あの人に対するこう医療ののに対するえいろんなさまざま研究成果を出していくということなんですけれども例えば病気の原因を探ったりとかまあその情報をもとに有用な薬を開発するといったこともありますが例えばあとは食ですね食実際に食べられるものがまあこういうものであったりとかあるいは先ほど言った発酵食品なんかという食ということもありますしそれから最近ではあの環境にどういう微生物がいるかとかですねもちろん植物がいろんな環境に及ぼす影響とかそういったものも非常に重要になっていますので これら全部が対象になるということになりますで,ここであの研究から生み出される情報について少し考えたいと思うんですけれどもまずあのこの中でえっと学校とかまあ大学とかそういったいろんな機関でえ研究に携わっている方ってどのぐらいいらっしゃるんですかね今日は。まあ半分ぐらいですかね。 まああのこう仕事としてはそういうことやってないけれどもとっても興味があるから今日来たっていう方まあ興味なかったらここにいないと思うんですけど興味があるから来たっていう方はありがとうございますありがとうございます、まあ、なのでちょっと今日あの割とこうすごく一般の方向けにあのこの講演会こう,こういう講習会をねやるっていうのは割と初めての試みなのでちょっとあの言葉も噛み砕けながら進めたいと思うんですけれどもまああの研究のサイクルとしては大体おおむねこのような えー、まずこう仮説を立ててそれからそれを検証するためのデータを収集して、えーまあ、そのデータを分析して最後結論を出すということが、まあ、研究の大体のこうサイクルになるんですけれども、えー、で最終的にあの公表された結果をもとにですねさまざまなこの実用化なされてで暮らしも豊かになっていくというのが、まあ、科学がその 人間の暮らしにも生きてくるというそういういのこのこういった結果のもとになる、えー、データですねこちらで集めたデータこれのデータを公開することっていうのが、えー、こちらで出した結論に対する再解析とか、まあ、それを第三者が検証するといったことで非常に重要になってきていますので、えー、こういった結果を公表する際には、えー、必ずデータも なる一緒に公開するということが、まあ、生命科学の分野ではもともと行われてきていました。でまたちょっと残念なことにですね、まあ、研究の最終結果としてのこの論文とかに、まあ、間違いとか、まあ、故意も含めて間違いとかが結構あったりしてですねそういった事件があったことで、まあ、データの再解析と検証のためにこういうふうに公開するということが、まあ、最近特にクローズアップされてきているわけです。で一方ですね さらに再利用したり、まあ、技術開発につなげるということもあの最近では注目されていて、えー、まあ確立されたこの測定方法からあの生まれるデータというのは非常に偏りがなくて再利用向きなのでそういうことにも使っていこうということでデータを公開することが求められてきたということがありまます。これいうこれととはもうちょっと後でもまた触れます。 でこのようにデータを中心とする科学への変化をまとめた本というのがここにあるんですけれども、えー、とこれは2009年に書かれた本であの、まあ、マイクロソフト社が発行したものなんですけれども、まあ、データを中心とした科学を「第五のパラダイム」であるというふうに述べています。 でこの「パラダイム」っていう言葉でちょっと訳すの難しいんですけれども、まあ、時代的な変化っていうんですかね、えーとまあ、それまでの価値観とか常識とは異なるようなあの状態がこう新たにやってくるっていうようなことを言ったことを指しますけれども、えーとまあ、科学においてはもともと観察された結果をあの自然原因により説明するための実験科学ということが最初にあってそれから新たな現象を予測してそれをあの検証するという理論があって。 その次には、まあ、大規模かつ緻密な計算によるモデリングや銀河の形成など実験とか理論とかを超えた領域をあのこう考えるような計算とシミュレーションの科学っていうのがあってで今はもうあのデータマイニングその膨大なデータを出発点として関係性をこうコンピューターなどであの結果をあの導き出すマイニングするというようなそういったフェーズになっているということが言われています。でこれが まあこれはマイクロソフトなので、まあ、情報学ということの切り口で書かれているわけなんですけれども実は生命科学にもこういうフェーズがやってきているというのが現在の状況です。で生物に関する情報を扱う学問をあのバイオインフォーマーティクスと言いますもうまんまですねバイオのインフォーマーティクスこれの,あの、まあ、作られた言葉なんですけれども、えっと、例えば生命の設計図といわれるようなこうゲノムから RNA ができてタンパク質ができるというこのセントラルドグマといわれるこの流れの中でもえ最近の研究ではそれぞれぞのこうレベルで膨大なデータが生み出されていますでその量はまあ人一人のゲノムって考えるとギガ、えー、と10の9乗オーダーですねなんですけれどもまあそれがえっと1,000人とか集まれば当然テラになってくるわけで。でさらにはあの それに付随するいろいろな表現系例えば色とか形とかですねあるいはそれぞれの分子の相互作用とかいったものそれからまた、まあえー、と例えば体力とか認知機能とかそういったあの機能的なものとかいろんな付随情報を集めていくと、まあ、量も複雑になってきていますけれども大体ペタのオーダーであるというふうに今は言われていますすこれ10の15のですかねになっています。 でそういったものを扱うためには、まあ、データをきちんと整理してやることとか、まあ、そのデータそのものを処理する技術、まあ、例えば統計学とか、まあ、あのそのデータの種類に特殊な,特殊な計算方法ですとかそういったものが必要になりますしまたそれを使うためのシステムあのサーバーとかそういったものですねそういったものが必要になってきましてこれら全体をあの扱う学問を、まあ、バイオインフォマティクスと呼んでこういう領域が大んだ必要になってきたということです。 でバイオインフォーマティックスでこう扱うデータなんですけれどもそれうをう生み出すプロジェクトもヒト、まあ、ゲノム計画って聞いたことあると思うんですけどその前後からまあ日本でも盛んに行われてきました「〇〇章」ここですねいろんな賞の名前こう丸書○○章丸○章って書いてありますけどこういったものが中心になって集めてきたものなんです。 でその成果は最終的にはデータベースになって、まあ、インターネットに公開されて、まあ、誰でもアクセスできるようになっているものもまあかなりあるんですけれども例えば Google 検索などでこういうのが引っかかってきたってことはなかなかないと思うんですね。 でそれはどうしてかっていうとですね、まあ、それぞれに使われている専門用語が異なっていたり先ほどあの種の名前がどうのとかいろいろありましたああいう用語の整理とかがうまくできていなかったりですねあるいはあの情報の出し方がその検索に適したような形でないというようなことがあって、まあ、情報がうまく整えられてきていなかったということが大きな原因です。でそういったこととから、まあ、日本ののの生命科学のデーータベースの問題点として、 まあ、データベースいろんなプロジェクトで作ったけれども、えー、といろんなところにあってよ,よくわからないことということで、えー、とデータベースが散在してどこにどんなものがあるかわからないとかですね あとはデータベースそのものについての説明あるいは個別のデータがどうやって取られたものかについての説明そういったものがちゃんとついてないと第三者が見てもそれがどんなデータかわからないということでそういう説明が不足していることそれからいろんなサイトで作っているのでそれぞれがそれぞれの独自のやり方で構築したり管理したりということで一緒に使えない状態になっているということですねそういったことで非常に不便であるということ。 それからそもそも大型プロジェクトから公開される成果をほんの一部であって例えば他の人たちがいろいろ使えるようなデータもうちょっとこういうのを出してほしいなと思うようなところまでなかなか出せていなくてっていうようなことで不十分な公開状態があるということで、まあ、それはせっかく税金投入してやった研究なのでぜひとも公開してほしいところではあったわけです。 でこのような問題というのを解決を目指して、まあ、科学技術振興機構っての略して JST と言いますと言いますがその、えー、が活動をしているわけですけれども、まあ、その活動の目的がいくつかある中でえと他略してますけど、まあ、科学技術イノベーションの基盤を作るということこれ情報知識インフラの構築というのがありますまさにこれまあデータベースとか、えー、それを利用するようなシステムを作ったりとかそういうような話なんですけれども。 その中で私の所属しているバイオサイエンスデータベースセンター NBDC は生命科学の分野に特化してそのデータベースを使いやすくするというようなことをやっています。 でまあ、どのようにデータベースを公開していくかといった戦略ですとか、まあ、データベースそのものを充実する、まあ、それをちゃんと公開していくっていうようなこともやってますしそれから、えーまあ、同時に国外のの機関といいろんな連携も進めていますこれは、まあ、インターネット上でそのデータベースって公開するので、まあ、そうする以上海外からのアクセスも、まあ、想定しなくてはならないこともありますし、まあ、こちらが。あの えっと欧米のデータを使わせていただくということからまあ相互にあのお互いに利益になるような形であの連携していくことが非常に重要なのでまあ国際連携というのも大きな柱の一つとして重要に考えています。 でまあ、このようにあの最終結果だけではなくてデータの提供や利用これを共有ってさっきシェアリングって言葉出てたと思うんですけどシェアリングを進めるということでこれがオープンサイエンスっていうふうに総称して言うんですけどもこういった動きがあるのは日本だけではなくて、まあ、世界中の了解のもとに進められています。でオープンンサイエンスの中には え論文をあの学術論文最終的な結果としての論文をオープンにしましょうというオープンアクセスそれから、まあ、用いたデータをオープンにしようというオープンデータそれからですねあとこれらの解析をするのに必要なソフトウェアなどもちゃんとキープしておかないと同じ解析結果が出ないということもあるのでそういったものをあのオープンにしていこうというオープンソースですねそれから研究方法が再現できるように手法自体をちゃんとオープンにしていきましょうというオープンな方法論とやってこれらをまとめてオープンサイエンスって言うんですけれども。 え。 G8 とかですね G7 とかこういったあの、まあ、世界中の首,あの首脳が集まっていろんな話をするようなところでの共同声明でも例えばオープンアクセスとかとデータのオープン化をちゃんとしましょうというのが2013年に出てますしそれから2016年にこれ筑波でやった G7 の科学技術大臣会合ですけど、まあ、オープンサイズ全般についてちゃんとどういうあのやり方でやっていくかというそのポリシーですねそういうのをちゃんと作るということを言ってます。方針をちゃんと立てるっていう ということとそれから、えー、と国の責任でもってそのデジタルネットワークの整備とか人材の確保とかそういったことをやっていきましょうねということをあの宣言しているという形で世界中がこういういいい動動きに向けて動いています、えー、とそれで、えー、と先ほどご紹介したようないろんな問題があるんですけど NBDC では、えー、とこういった方策でいろいろ解決してますよということでこういったのを皆さんが使っていただけるサービスなのでちょっと今から簡単にご紹介したいと思います。 えっと今日お配りした資料の中にもあの、こういうのを挟み込んでいただいてて、その中に、えー、これからご紹介するのはサービスについてちょっとリーフレットにまとめたものもありますので、また後からご覧いただければいいです。今からちょっと概要だけ、パッパッパパっと説明をします、えーと。インテグバイオのデータベースカタログというのが、まあ、どこにどんなものがあるかわからないよということに対しての解決策として、私たちが提唱しているものなんですが、えっ、ー、と、 ここに詳細情報って書いてあるこの詳細情報を私たちのところでまとめて文章として書いていてそれに対するキーワード検索ができるようにすることで、まあ、どんなデータベースがどこにあるかということが分かるようになっていますでこういうところからオリジナルサイトに飛ぶようになっていますので、まあ、これはあの最終的にはそのオリジナルのサイトに行っていただいてそのデータベースを使っていただくそういうデータベースどこにあるのかなということが分かるような、まあ、電話帳のようなイメージで思っていただければいいと思いますで これをやるためにですねあの、4省によるデータベース統合って書いてありますけれども先ほどあの国内でいろいろな省庁が結果としてあのデータを蓄積するようなさまざまなプロジェクトをやっているとお話ししたんですけどその省庁が協力してこういう情報を集めればそれはあのす,ぐすぐ集まるだろうということでですね、先ほどご紹介した4省文科省農水省 えーと厚労省、経産省ですかその4省でもって一緒にこういうサイトを作っていて先ほどご覧いただいたカタログというのはこれのまあ否定感の一つになります。で次にじゃあさてデータベース見つけましたけれどもじゃあそ一個一個全部そのデータベースに行って今度はそのデータベースで検索して必要な情報を取ってくるということをしなければなりません。で なんですけどそれは非常に大変何十個も見つかったら何十個もやるのかというのは非常に大変なので、まあ、じゃあデータベースの中をこう一括で検索するようなサービスを作りましょうということでそれが横断検索といいううふうにご紹介しているものです、まあ、だから生命科学に特化したグーグルだと思っていただければいいんですけれども一応600件以上のデータベースを対象にして検索できるようになってますしとからこんなあの入力補助みたいなのもあったりとかあと日本語英語両方使えるとかそういったところがちょっと嬉しいポイントかなと思います。 で3番目なんですけどあの自分でデータを使ってさまざまな研究をしてみたいあるいは、まあ、自分のデータと一緒になんかこう合わせて計算に使いたいとかいったご要望に応えられるようにデータそのものをダウンロードできるサービスもあります。これアーカイブとさっき先ほどアーカイブってこの言葉も出てきたと思うんですけれどもこの言葉は公、まあ、文書館ってまあ,あるこう公にあるものを集めておく場所みたいなイメージですねそういったものなので、えー、とこちらにこうリストされているこの。 ページのずっと下にバーってリストされてるんですけども、そのえっ、ーえー、とデータベースは原則誰でもダウンロード可能になっています。で、こちらでは特にあのプロジェクトの期間がこう終了してしまって、まあ、データを公開するためだけにサーバーを維持するのはすごい。大変っていうような話があって。 なので、まあ、それが難しくなってきた場合にここで預かるという機能も持ってましてそういう意味ではまあ費用をかけたりこのマンパワーをかけたものをあのせっかくの成果を失わないようなそういう取り組みでもあります。まあ、駆け込み寺みたいいにちょっっと思っていますでアーカイブのその一つの形としてちょっと特殊なものとしてですね人に関するデータを あの登録したり利用したりするというサービスがあります。えっと NBDC 人データベースというちょっとベタな名前なんですけれども、ここにはあの人に関するデータがいろいろ入っています。 で人に関するデータっていうのは、まあ、例えば病気に関する情報が付随していたりですね、まあ、そういう秘密にしておきたい情報などがあの結構ありますし最近ではあの個人情報保護法の改正っていうのが最近あったっていうのをご存知の方いらっしゃると思いますけれどもそれでこう明確に人のゲノムっていうのは個人情報だよっていう風になったこともありますので、まあ、こういったあのデータの登録公開のための登録とかですねあとそれを利用するにあたっては、まあ、何らかの一定のこう審査をしてそういうあの条件的にちゃんと 大丈夫かということを確認する必要がありますけれどもあのそれをするためのデーータベースですこれあの後からご紹介があります DDBJ さんと一緒にあのやらせていただいてるんですけれどもちょっとこの絵が複雑なのでもうこれあ,のあんまり説明しませんがこういった形で NBDC の中にでこういうルールをちゃんと作ってですねあのどうやって共有するのかとかあとは そのデータのハンンドリングをどうやってあのセキュリティを高めるかみたいな話をちゃんと,、えー、とルールブックみたいなのを書いておいてでこういうことをちゃんと守られてるかということをこの人データ審査委員会っていう外部の有識者の先生を入れたような審査委員会で審査して、まあ、提供していただく時にもそういう審査がありますしこのデータ公開して大丈夫かなっていうこともありますしあの利用する側があの申請した時にこの人に利用してもらっても大丈夫かなっていうようなこととかを審査するというような仕組みになっています。 今までご紹介したいくつかのサービスあのカタログですねそれから一発検索それからダウンロードあとヒトデビもなんですけど、えー、とこれもあのチラシの中に入れさせていただいてますけれどもこの NBDC のポータルサイトの左上の方にこんな感じでまとまってます。でこのポータルサイトは NBDC と検索すれば大抵一発で出てくると思うんで是非お家に帰ってやっていただきたいんですけれども他にもまあ40種類以上のサービスがあったりですね、まあ、生命科学に特化して あのデータベースとかツールとか集めてありますので、そういった意味ではあの非常に密な情報がここに溜まっていると思います。で、基本的に人デビとかを除いて、大体登録が不要ですし、それから無料です。それあとはえっ、ー、とまあ、インターネットに繋げればどこからでも誰でも大丈夫だし、それから日本語が使えるっていうのが非常にいいんじゃないかなとは思っています。この後お話しされる DDBC l s のあの小野先生からもいろ日本語でいろいろできるサービスみたいなものも紹介していただけるとは思います。 あとは簡単にいくつかあのその中でもあの個別のサービスをご紹介したいんですけど、まあ、今までご紹介したのは、まあ、いろんな情報がこう検索できますよということでインターネットで言えばまた Google とか Yahoo とかそういう感じの,あのサービスなんですけれども、えー、と個別のサービスとしては例えばここに出てるのはですねメタボロミクスってことは分かりますかね。えー、と代謝に関する、まあ、その ゲノ,ゲノミクスとかに対応するようなものなんですけど代謝物に関するあのデータベースを構築するような作業ですけれども、えっと、この中には例えばあのそ,のそれをやってるグループがナップザックっていうのがちょっとね割ととっつきやすい名前で書いてくださってるこれ作ってくださってるデータベースなんですが、まあ、食品ですとか漢方薬ですとかそういったものについてのいろんな情報をまとめてあるそういったサイトになりますので。 ちょっと興味のあるところあったらぜひぜひクリックしていただいてあの何度クリックしてもただなのであのぜひ見ていただければと思います。でもう一つちょっと駆き足で申し訳ないんですがご紹介したいのが、えー、とこういった精巧な 3D の人体モデルこれ非常にあの医学的にも正しくなるように、えーえー、とお医者様の先生がですねちゃんと見ていただいてやってるサービスなんですけれども。えー、と 3D 人体モデルのパーツを選んできて自分で組み立てられるというサービスですここにある図も私がこのサービス使って例えば骸骨の全体像とかですね肺とか腸とかそういったものをパパパパッと持ってきて自分で適当に色をつけて合わせるとこんな風になるというようなものなんですねで、これあの実は、えー、毎年あ学の JST では「サイエンスアゴラ」っていう一般向けの科学に関するイベントをやるんですけどそこであの等身大のこのプリントをしまして、えー、と臓器の場所はどこだみたいなそういうあの、えー、ゲームをやったんですけど小さいお子さんから非常に夢中になってやっていただいてあのとっても良かったのでもしなんかこういう一般向けのイベントとかでも結構使えるんじゃないかなということであのもし使える場所があったら是非使っていただきたいなと思います。 で最後に、えー、今日の講習会について、まあ、後半のパートでこう参加している機会について、簡単にご紹介をしたいと思います。私たちの JSC バイオサイエンスデータベースセンターは、えー、国内のプロジェクト成果を取りまとめたりというようなことをやっていますが、えー、次のお話いただくライフサイエンスとデータベースセンターのは、まあ、この NBDC と一緒にあの共同研究してまして、まあ、技術的なところを非常に多く、サービスの構築とかですね、そういったところをやっているセンターになります。 で三島にある DDBJ 遺伝系の中で DDBJ というのは先ほどの話もあったようにこういった欧米のセンターと共同で DNA のデータベースを世界ワールドワイドに保持している機関の一つですし PDBJ については、えー、タンパク質の構造データベースを同じようにワールドワイドに構築している機関の一つになっています。で国内にこういいっったたろんんなファンンンクションのセンターがあったんですけれども、えー 2年ほど前ですか、えー、とそれぞれが提供するサービスの利用法をあのみんなであの皆さんにお伝えするようなこういう会をやろうじゃないかということになりまして、えー、と一緒になってこうう活動の紹介などをするっていうのが、まあ、このオールインワ合同講習会という名前の始まりです。 でこの後、まあと NBDC 以外の3つの機関の先生方からそれぞれ提供するサービスの利用法などのご紹介がありますので引き続きお聞きいただいて、まあ、ぜひご自宅や職場で試してくださいでその結果、まあ、生命科学に関して興味を持っていただければ大変ありがたいです。ごご清聴ありがとうございました